同胞 WBC でのダルビッシュのやらかし、忘れられる。韓国戦で炎上、アメリカ戦で1点差に迫るホームラン、被弾、無事優勝して忘れた模様。ほんまよかった。精神的支柱だから。いじられたら発狂しそうだけど、さすがにもう丸くなったのか。食事会とか数字に見えないところで貢献したんやし、ええやろもう。大谷トラウト実現させたエンターテイナーの鏡。つまらん決勝を盛り上げただろ。優勝した時も明らかに喜びきれてない顔してて草なんだ。2009の韓国戦でもガチ戦犯になりかけてるからな、幸運な男よ。明らかに調子良くなかったのに逃げずにマウンドに登って偉かったやん。でもこいついなかったらあそこまでチームまとまらなかったやろ。むしろあんな状態でも試合壊さない程度の失点で済ませたのがすごい。吉田スリーランの時跳ねて喜んでてちょっと意外だった。感じまる。イタリア戦でも打たれてなかったか。打順調整しただけでもう全てチャラやから。熟成みんな絶好調だし。自分を犠牲にして投手全員にバフかけたから。アメリカ戦の被弾はガチでドキドキしたわ、エンターテイナーや。でもトラウト VS 大谷見れたからええやろ。打順調整、1点差を演出、完璧やん。助演団優勝あげろや。負けても起用した栗山が叩かれてたと思うわ。2009、同点タイムリー打たれることでイチローのセンター前を演出。2023、1点差に迫られるホームラン打たれることで1点差2アウトで大谷対トラウトを実現。世界最高の演出家や野球人気に貢献しまくっとる。ベテランになって演出の解像度が上がったな。しっかりシーズンには合わせてきたのも含めてすごい。普通に試合に勝てばみんな忘れるから。大谷ダルさん、俺が美味しいとこ持っていきますよ、安心してください。別にやらかしとは思わんけど。でもダルにはダル塾があったから。投げさせること自体がやらかしやし。いろんな意味で最後のマイアミ旅行やったな。ダルが契約終えるまでにマーリンズプレイオフ来ねえだろ。そもそもメキシコアメリカ戦が熱すぎて、韓国に逆転した時以降の日本ラウンドの試合の記憶がないわ。かっこいいのに多少いじったりしても許してくれるノリの良い先輩感たまらんで。最優秀助演団優勝やぞ。勝てばよし。開幕したら普通にパドレスでエースしてるわ。やっぱ明らかに状態悪かったな。仕上がるの遅いの分かってたから、あんなまとめ役みたいなことしてたんかな。本来背中で語りたいタイプなのに頑張ってた。なんか寂しそうにバス見送るダル見れたからええわ。シュワーバーにわざと勝ってくらいタイミング合わされてて、結局打たれたのわざとやろ。何投げても甘いのくさ。誰もが打たれると思ってたからセーフ。そもそも相手の強弱に関係なく2、3失点にまとめる汗汗おじさんだから、韓国戦もアメリカ戦も6回投げてれば2、3失点で降板だよ。韓国には勝ち、アメリカには負けてただけ期待するな。今回の分は割とどうでもええんやが、イチローの時の自分でやらかした分際で最後まるで守護神であるかのように両腕広げてガッツポーズしとった姿は絶対忘れん。でも代わりなんておらへんから。シュワーバーにスプリット要求したり、韓国戦でインコースにスライダー要求する中村もおかしいよ。あえてああすることで若手投手たちのプレッシャーを緩和させてあげてたんやぞ。試合壊すほどは燃えてないからな。負けてないということはそういうことや。ダルビッシュが打たれると日本は優勝するんだよな。調子悪いから絶対打たれると心配されながら登板して、案の定打たれたのくさ。WBC 振り返り番組でもダルのやらかしはなかったことになってるのくさ。打たれてるとこ普通にやってなかったか。半分はコーチみたいなもんや。